西川神社代々神楽は、長野県長野市の甘利地区にある、西川神社の周期礼大祭などで行われる、室町時代後期以降の歴史ある祭りである。西川神社代々神楽は、戦国時代に、信濃国川中島を訪れた伊勢神宮の御虎から、伝えられた、獅子舞である。虎は、古くから、全国の段下を回り、診察や伊勢歴などを配って、参宮の勧誘をしたり、 神宮を訪れる伊勢港の人々の宿泊や案内の世話をしていた。伝承によれば、武田信玄と上杉謙信の間で12年間にも及ぶ数度の合戦が行われていたその時期、川中島を訪れた五師は、広大神宮の神徳を広めるために芝居と共に、獅子舞を見せ、悪魔を払い、五穀豊穣を祈り、この土地の安泰と繁栄を願ったという。 この芸能に感激した地域の勇士が旅を急ぐ、ご死を止めて習ったのが始まりとされる。その後、仲間で練習を続け、ご死が訪れた際は教えをこい、また、伊勢地方にも何回か出向き、40から50年間の歳月をかけて、現在の形に完成させたという。それから、幾世代を通じて、長野市や森地区に伝承され、 長野市の民族芸能無形文化財として指定された。西川神社は、善光寺から自動車で15分間ほど、長野市西部の甘利地区にある。その起源は次のように伝えられている。天安2年に、比叡山延暦寺の縁人が、この地域に月早指を創建した。この寺の鎮守の神として、琵琶湖南西の大御国坂本村の、日吉山王大社の分霊を、 現在の西川神社の場所に安置して祀ったのが始まりである。江戸時代の初め、元那2年に松平忠照の家老、大久保長安から車両地の寄進があったとの記録はある。文政7年に日吉山の宮から西川神社へ社名変更し、現在に至る。西川神社では、毎年9月21日に周期霊体採用意宮祭りが行われ、 獅子舞と森縁化が奉納されている。長野市では多くの神社で獅子舞と縁化が奉納されているが、共に文化財指定を受けているのは犀川神社のものだけである。この地域では獅子舞に加え、江戸時代から続く三流派の縁化法が打ち上げ花火のほか、境内全体を使った盛大な仕掛け花火を行って祭りを盛り上げており、長野市周辺では、 森園家のお祭りとしても有名である。ありがとうございます。